こんにちは、はちまるです。本日なんですが、20代、20歳ぐらいの、学生の方から DM が来まして、その子はね、男の子で、Twitter で知り合った子なんですけど、就活生なんですかね、来年就職されるらしいんですが、そうやってね、就職のことを調べてたら、たまたま私のチャンネルに行き着いて、ほんで、軽貨物には別に興味ない子なんですが、なんでね、その軽貨物を選んだのか、教えてほしいですっていうね、参考にしたいので、教えてほしいですっていう DM が来たんですよね。いろいろ仕事がある中、私はどういった企業に行くか今悩んでますと。で、はちまるさんはなんで、軽貨物を選ばれたのですかっていう質問が来たんですけど、それについてね、お答えしたいなと思います。そもそも私っていうか、皆さんですよね。なんでね、いろんな仕事があるじゃないですか。特に今日本って別に結構選ばんかったら何の職でもあると思うんですよね。やっぱ結構職が溢れてるというか、どちらかというとこっちが選べる時代じゃないですか。なので結構職っていろいろあると思うんですけど、そんな中でもね、なんで皆さん軽貨物を選ばれるのかと思われるんですが、確かに思うかなと思うんですよ。全然軽貨物に興味がない方からしたら、なんでみんな軽貨物やってんのかなって思われると思うんですよね。で、その辺について今日はちょっと喋りたいなと思うんですけど、知ってる方もおられるかと思うんですが、私もともとその軽貨物でどちらかというとこの社長の、右腕みたいな感じでやってたんで、結構いろんな方を面接したりとかね、教育とか、どちらかというとそれでは、管理の方に入ってたんで、聞くんですよね。面接の時でも絶対に聞きます。なんで軽貨物を選ばれるんですかみたいな。普通どんな仕事でも聞くじゃないですか。なんでうちを選んだんですかみたいな聞くんで、大体わかるんですけど、やっぱり一番多いのがお金関係ですよね。で、一番多いっていうか、ほとんどって言ってもいいんですけど、借金がある方、もしくは、今やってる仕事で、将来性を感じない。このままいても、給料上がっていくとかね、そういうのも見えないですし、給料があんまり上がっていかないんで、やっぱ将来に不安を感じるので、子供とかもいるし、嫁さんとかもいるし、このままの生活ではやっていけないので、軽貨物で、個人事業主として稼ぎたいとかいう理由がやっぱ多いんですよね。なので、一番はやっぱりお金関係ですね。借金がある方がやっぱ多かったんですけど、なので新卒で軽貨物をやるっていうのはいなかったですね。私の知る限りいないです。大学卒業していきなり軽貨物とか、佐川急便とかは別ですよ。こういうのは別なんですが、ヤマトとか、自分でね、個人事業主として委託で、宅配をやるとか、軽貨物をやるっていうのは、私の知る限りいなかったですね。今やったらね、もしかしたらそういった、フリーランスで、UberEats とか、Amazon デリプロとか結構今流行ってきてるんで、もしかしたらそういうのはもういるかもしれないですけど、私がやってる時はいきなり新卒でね、協力会社に入って、軽貨物っていうのはいなかったですね。ほとんどの方が40代以上の方で、お金に不安を抱えてる方が軽貨物をやられてるっていう方が多かったんですけど、じゃあなんで軽貨物なのっていうところなんですけど、いっぱい仕事がある中、いっぱい稼げる仕事がある中、なんで軽貨物なのかっていうと、やっぱり敷居が低い。こういう言い方したらちょっとあれなんですけど、誰でもできるんですよね。敷居が低いっていうんですかね。運転免許さえあればできるんですよね、軽貨物っていうのは。大体その稼げる仕事っていっぱいあるじゃないですか。今の時代で言うとやっぱプログラミングとかそういうのが熱いんですけど、でもそういったプログラミングで稼ごうとかね思ってもね、結構な知識も技術も必要になってくるじゃないですか。逆に敷居が高いっていうんですかね。いろいろ、そうやってパソコンとかそうやってプログラミングの、勉強をしてようやくスタートラインなんで、なのでね、やっぱ稼ぐまでが大変なんですよね。ですが、軽貨物っていうのは運転免許さえあれば誰でもできるんで言ったら、こういう言い方したらねあれなんですけど、誰でもできるんですよね。なので皆さんやっぱり集まってくると言いますか、稼げる、運転免許さえあれば月収50万以上稼げますよみたいなね、そういう求人が多いんですよ私もどちらかというとそういった求人のキャッチコピーに目を引かれて軽貨物を始めた一人なんですけど、確かにでもまあその通りなんですよね。運転免許さえあればあとはもう慣れていくので、もう慣れしかないんで、慣れればね月収50とか100とかいくんで、なので軽貨物をやられる方っていうのは多いんですよね。まあ、ほとんどの方が借金、将来の今の会社の給料じゃこのまま食っていけなくなる可能性があるとかいう感じで、辞められて軽貨物を個人事業主で始める方も多いですし、まあ、この次ぐらいにやっぱ人間関係ですかね、嫌いな上司がいるとか、嫌ないじめられてるとか。もともとそういった人間関係が人間のね、そういったいろいろあるじゃないですか、サラリーマンでいると飲み会とかね、そういうのは絶対あるじゃないですか。だからそういうのが嫌やしっていう方もやっぱ中にはおられますね。でも何かしらその理由がないとざっくりとした気持ちで始める方ってやっぱりすぐ辞められるんですよね。別に借金もないし、なんとなくでやってみようかなみたいな、もう別に今なんかやりたいことないし、とりあえず軽貨物でもやってみようかなみたいな気持ちで、来られる方は 2,3 日でやめていきます。もう 2,3 日持たへん方も多いですね。いきなり配達途中で帰るとか横乗りで教えてる最中に帰るとかね、やっぱ何人かいたんで、そういう生半可な気持ちで始める方っていうのはほとんどやめていかれますね。なので軽貨物をね、私のチャンネルってどちらかというと軽貨物をやってる方よりこれからやろうとしてる方の方が多く見てやるんですよね。でやっぱり私の、YouTube のコメントだったり Twitter の DM でもこれから始めようと思いますっていう方がやっぱり圧倒的に多いんですよ。でその理由っていうのもやっぱりその借金というかお金関係で軽貨物を始める方っていうのが多いんですよね。なのでやっぱり軽貨物を始める理由っていうのは敷居が低くて、なおかつお金を、多く稼げるチャンスがあるっていうのが、そのツイッターでねもらった DM の、答えかなと思うんですけど、なんで軽貨物をやるんですかって言われたら、なんで皆さん始めるんですかって言われたら、敷居が低くて月収50万以上、稼げる可能性っていうのが非常に高いので皆さんやってるって言うと、逆に新卒でじゃあ私もやろうかなみたいな子がね出てくるかもしれないんですよ。別にいいんですよ、それはもちろん全然いいんですけど、あんまり新卒ではおすすめせえへんかなと思います。私もやってたんがね、20そこそこ、20前半で軽貨物やっててあれなんですけど、あんまり若い時からね軽貨物やらんでもいいんちゃうかなと思います。ほんまに私の考えなんですけど、行き詰まったというか、もうどうしようもないもうほんまに行き詰まった時、もうどうしようもない、もう借金まみれになってしまってもう普通のサラリーマンじゃとてもじゃないけど返しきれへんとぐらいまで行ったら、俺は軽貨物っていうのはむちゃくちゃおすすめするんですよ。友達とかにねそういう子がいたりしたら、俺はじゃあもうお前軽貨物で稼いだなって言うんですけどでも普通に何て言うんですかね、借金もなくて、普通に学生から社会人になる一発目が協力会社に入って、軽貨物で個人事業主でやるっていうのはあまりにも、もったいないかなと思うんで、俺やったら普通のね企業に行って就職する方がいいんじゃないかなと思います。ほんまに、皆さんね軽貨物をやられる方っていうのはいっぱい多いと思うんですけど、そういう方っていうのはほとんど何かを抱えてます皆さん始める方って何かを抱えてる方が多いんですよ。というかもう9割以上と言ってもいいんですけど、軽貨物を始める方っていうのは何か抱えてるからこそ始めるんですよ、軽貨物を。なのでいきなりねこれこれ今その学生の子に喋ってるんですけどとか、このチャンネルでこれから就職、どういった企業に就職しようかなっていう子に向けてどちらかというと今喋ってるんですけど、経営科目を始める方っていうのは皆さんね、ある程度何かしら抱えてる方が始めるんです。っていうのも俺も結構その時20前半やってまだね20歳そこそこやったんですけど、結構借金があってもうね、ほんま体の一部を売るかどうしようかっていう悩むぐらいね、もうかなり追い詰められた状態やったんですよ。もう借金が返せなさすぎて。でもうこれぐらい追い詰められた状態で、もうなんか稼げる仕事ないかなみたいなね、いろいろ調べてたんですよ。そんな中ね、経営科目っていうの出会って、これやってたら稼げるし、これ行こうっていうので、もう必死になって始めて、必死になってやり続けた結果、50万とか100万ぐらい稼げるようになったんですけど、なので何もないし、もうすごいね、学生上がりでこれからもうピカピカの状態で始めるのは、俺はあんまりなんかおすすめはできないですね。やっぱ何かしらお金やら人間関係やら、そういうのを抱えた状態で始めんと必死になれないんですよ。でっていうのも、必死になってやらんと、経営科目ってそんな甘いもんじゃないんで、むちゃくちゃ大変です。ほんまにむちゃくちゃ大変です。特にね、これから夏場になるんですけど、ほんまにもう熱中症でね、倒れて亡くなられる方もやっぱ多いんで、経営科目とかは特にまあ40、50の方がね、多いんでね、より、そういった死亡率っていうんですかね、やっぱ高いんですよね。うちの会社でもやっぱ何人もいましたし、やってる時に。なので、それぐらいやっぱ大変なんですよね。なので、でもそれでも、ほんまに命削るぐらいの気持ちで、皆さんやってやるんで、生半可な気持ちで、じゃあ稼げるからやろうみたいな気持ちでやると失敗しますっていうか、続かないんで、俺はおすすめしません。ほんまにもうこれしかない、もう生きるか死ぬかみたいな極論ね、極論それぐらい追い詰められた方がやるべきな仕事ぐらいやと俺は思ってます。それぐらい覚悟がある方がやるもんやと俺は逆に思ってるんで、ほうじゃないとね、やっぱみんなやめていくんですよね、稼げる前に。だからそうなってる人っていうのはやっぱそんだけ覚悟がない方が多いんで、やっぱほんまにもうこれしか道がないぐらいに追い詰められたら始めたらいいんじゃないかなと思いますけど、就職上がりで学生上がりでね、いきなりやるもんじゃないので。で経営科目を選んでる方っていうのはそれぐらい追い詰められた方が俺はやってるんじゃないかなと。俺はですよ。俺はです。俺個人の意見ですよ。俺はそういう方が逆にね、やってる人が多いんじゃないかなと思ってるだけです。うん。でも、ほとんどそうじゃないかなと。7割、8割ぐらいは、もうほんまにもうこれしかないぐらいの、気持ちでやってる方やと思います。特に今、50万とか、50万以上稼いでる方、経営科目でね、稼いでる方っていうのは、やっぱり何かしら抱えてて、借金なり人間関係なり何かしら結構なもん抱えてて経営科目を始めて、もうこれしかないっていう気持ちで経営科目を始めてやってやると思うんで、だから経営科目を始める方っていうのは何かしらね、就職して普通に就職して何かしら抱えてしまった方が経営科目を選ぶ。なんで経営科目かっていうと、敷居が低いし、運転免許さえあれば、誰でも稼げる可能性っていうのが非常にあるので、皆さんいろいろな仕事がある中、経営科目を選ばれてるんです。資格も別に運転免許さえあればいいんでね、そんなプログラミングの知識とか、例えば不動産の知識とかね、いろいろな稼げる仕事ってあるんですけど、それじゃ資格も知識もない、いらない、もうただただ運転免許さえあれば、稼げるチャンスっていうのが非常にあるので、40、50の方でも始めることができるんですよね。なので皆さん経営科目にやっぱガッて集まるんですよ。抱えてる方は。はい。そういうことです。私の意見ですよ。別に何にもない、借金も何にもない、すごいクリーンな方も多いっていうか、いるんですけど、そういう方はどちらかというと、俺の中ではごく一部かなと思うんですよ。いるのはいますよ、もちろんね。でもほとんどの方が、スタートは何かしら、抱えてる方が、多いという勝手な意見です。なので、これからね、就職、ちょうど、今、就活ぐらいなのかな。これからね、今、ちょっと大変な時期じゃないですか。大変な時期で、就職先もなかなかない中、どうしようかなって悩まれてる学生の方とかも多いと思うんですけど、学生上がりでいきなり、協力会社とか入って個人事業主で軽貨物をやるっていうのは私はお勧めしません。やり続ければほら50万とか若いんでね、より早く、稼げるようになるかもしれないですけど、あんまりにもちょっとリスクが多いというか、よっぽどな覚悟がないと続かないので、そして、そんな簡単には稼げないです。ほんまに覚悟を決めてやり続けんと稼げないので、初めはあんまりおすすめはしません。ほんまに行き詰まった時、ほんまにもうどうしようってなった時、もう一回 DM ください。この時もう一回 DM ください。ちゃんと真剣に、その時、再度おすすめしたいと思います。はい、今日はね、こんな感じで、珍しくね、若い学生の方から DM が来てね、就職に悩んでると。で、なんで、皆さん、八丸さんとか皆さんは軽貨物をやろうと思われてるんですかっていう質問が来てね、確かに全然軽貨物に興味ない方とかね、今学生の方とかはね、なんで軽貨物をやってるんだろうなって確かに気になると思うんですよね。で、結構今注目されてる仕事なんで、なんでやるんかなっていう気になるかなって確かに、思ったので今回動画にしました。まあ私が思う理由としてはそういうところです。こんな感じで、他にも、軽貨物のこととか、そういった DM でね、質問いただいたら、これは動画にして皆さんと共有しようかなっていう情報は、どんどんこうやって YouTube に上げて、共有していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。